演舞開演。どうも、本日は深川のグリ、じゃなくて市川、伊豆に香る市川のグリ茶というものを飲んでみたいと思います。以前羊羹を食べたことがあるのですが、飲むのは初めてですね。多分お茶っ葉なので、はい、予想通りなので、パックに移し替えます。で、現在お湯を沸かしていますので少々お待ちください。入れ終わりました。では飲んでみたいと思います。抹茶や麦茶、ウーロン茶とどれとも違う独特な苦味や香ばしさがあって、とても美味しいお茶です。これは見た目緑なので緑茶っぽいのかなと思ったけど違いましたね。これに何か効能があるのかどうかは分かりませんが、飲んで見て損はないと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。